小学寺は大阪市平野区上小学寺にある単立寺院。三号は生徒山。奇数日の午前9時半と午後1時半に一般参詣できる。天朝2年に空海により回帰。かつては境内四町四方、本堂十一県四面、不動堂七間四面、そった三門、回廊、ガラン島をギギタル名刹で、 東の暴ほか小某を有する教殺だった。明王2年2月25日に、畠山正長が、室町幕府十大将軍足利義材と、幕府軍と共に、高谷城に籠もる畠山義豊を攻めた。この時に、正永義材は、小学事情に本人を置いた。しかし、義豊に加担した、細川正元が4月、京都で無本を起こすと、 味方であったはずの幕府軍4万余の軍勢が敵方に回り、政ながらがこもる、小学寺城に攻め寄せてくると、4月23日に、陥落し正ながは、自害、技材は、捕虜となった。寺は陛下に愛三日三番燃え続け、寺院内の構想や、修行像は寺院と運命を共にした。以後、小学寺は、廃寺となり、現在、小学寺旧六房のうち、 東の棒のみ現存し、三門の傍らに、小学廃寺の由来碑がある。現在の復興された、小学寺の前に由来基盤があり、そこに、天朝年間、工房大師会期昭和12年に、大田商人が三番日商商人の夢を見て、保温のために再建を決意、昭和37年に完成したと記されている。ありがとうございます。